伝説はいつも君の天高にある。さあ始まりましたナログランデのスペシャルスポーツ番組です。この番組はね、スポーツや筋トレについての話をしていきます。ということでスタートです。私はですね、いろんなスポーツ系や筋トレ系の YouTube っていうのを見ているんですけども、その中でも最近ね、武蔵さんとマサトさんのやってるムサマサっていう YouTube チャンネルがあるんですけれど、それを見てね、これは面白い企画が生まれそうだなっていうふうに思ったんですよ。その企画というのが芸能界腕相撲ナンバーワン決定戦。これマジで激アツですよね。でこの企画が生まれそうになってるわけっていうのが、先ほど言ったムサマサっていうね YouTube チャンネルがあるんですけども、そこで武蔵さんとマサトさんが腕相撲で対決をしたのがきっかけなんですよ。でそこにはね、小比類巻さんもいらっしゃって、おお、あの時代のスターいっぱいいんじゃねえかみたいな、ね、そんな感じで見てたんですけども、で3人でトークとかなんかそんなのをしててね、で流れで腕相撲をするっていう感じになったんですけれども、で今から武蔵さんとマサトさんと小比類巻さんのこの中で誰が一番強いのかっていうネタバレと、あともし芸能界腕相撲ナンバーワン決定戦が開催された場合にこんな人出るんじゃないのかっていうね、なんか出場者予想みたいな話をしていきますので、もしまだムサマサチャンネルを見ていない方がいらっしゃる場合は、この動画をねここで見るのをやめてそっちを見た方がいいです。ということで皆さんよろしいでしょうか。今からこの3人のね、腕相撲の強さを順に出していきます。こんな感じです。1位が武蔵さん、2位が正人さんで、3位が小比類巻さんです。こんな感じの結果だったんですけれども、小比類巻さんはね、一般人と比べるとかなり力が強いのが分かるんですけれども、武蔵さんや正人さんに比べると腕相撲をなんか得意分野にしているっていう感じではなさそうでした。では武蔵さんと正人さんはどんな感じだったのかっていうと、まあ、自分はね、ど素人なんで、あんまりよく分かってはないんですけれども、まあ見た感じで言うと、なんか自分のこの力の入る握り方とか、なんかそういう攻め方とかね、そういうのがなんかある程度分かってるような感じがしましたね。で正人さんって前々から芸能界でもなんかトップクラスで腕相撲が強いみたいなね、まあ、トップクラスかどうかっていうのは分からないんですけれども、まあそんな感じで、ね、番組でなんかその強さみたいなのを証明してたりしたんですけれども、それをパワーでねじ伏せたのが武蔵さんです。もうなんかね、上から飲み込むような感じでこう潰していったみたいなね、そんな感じなんですけれども、まあ多分体重差もねかなり影響してると思うんですけれども、あんまりちょっとその辺はよく分からないですけどね。はい。でここからですね、実際に芸能界腕相撲ナンバーワン決定戦がやるってなった時に誰が来るのかっていうね、出場者予想っていうのをしていきたいんですけれども、残念ながらその予想は絶対に外れまくるっていうのがもう目に見えているので、まあこんな出場者いたら面白そうだなみたいな、なんかただの妄想で話を進めていきます。ということで私が思い浮かんだのはこの方々です。一応ね、どうせ間違ってると思うんですけれども、 Wikipedia とかね、いろんなサイトからそれぞれの方の身長だけ載せておきました。でここにはね、私がなんかパッと思い浮かんだ人たちを載せているだけなんですけれども、で正人さんと武蔵さんはまあ確定でしょ、さすがに。で小比類巻さんはこの決定戦に出てくれるかどうかわからないんですけれども、まあでもなんか動画ではね、左の方が強いとか言ってたし、できれば右だけじゃなくて左もねやってほしいっていうのもあるんですけども、小比類巻さんとあと武蔵さんもね、左が強いっていう風に言ってましたね。左の方が強いって。であとガリット中の福島さん、この方ね YouTube やってらっしゃるので、ね、昔ね正人さんが、福島さんに負けたっていう風におっしゃってたんで、これはもしかするとこういうなんかいい機会でリベンジマッチみたいなね、門が組めたらめちゃくちゃ面白いですよね。で次にエグザイルの小吉さんなんですけれども、この方はね、もうエグザイルの中でもっていうか、エグザイルってもうみんななんかこうムキムキ集団ですよね。もうトレーニングめちゃくちゃやってる方たちばっかりなん でこの中でもかなり腕相撲が強いっていうか、かなりっていうか一番強いのかな、わかんないけれども、めちゃくちゃ強いっていうことなんで、ぜひね参加してもらいたいっていうね、そういった感じです。で次は安全漫才のみやぞんさんです。みやぞんさんもね、めちゃくちゃ腕相撲が強いっていうのを知ってて、以前ねロンドンハーツのなんかスポーツテストみたいな企画で、そのスポーツテストのなんかいろんな競技がある中で、腕相撲もあったんですよ。でその腕相撲の中で大活躍したのがこのみやぞんさんなんですよ。で次に紹介するブリリアンのコウジさんもその大会に出て、大会っていうかそのロンハーに出てたんですけれども、みやぞんさんね、まあこのなんかメンツでいくと身長とかもね、まあそんなに高い方ではないし、まあ、その感覚っていうか、なんていうか腕相撲に必要な筋肉っていうのはね、かなり発達している可能性もあります。で次にブリリアンのコーチさんなんですけども、この方はもう見るからにガタイもいいし、てかみんな知ってると思うけど、もうめちゃくちゃスポーツマンなんですよ。もうフィジカルもすごいし、で今も多分結構トレーニングされてるとは思うんで、だから、まあ、優勝はちょっと難しいかとは思うんですけども、もしかすると結構いい線まで行くんじゃないのかなっていうふうには思っております。で次がバイキングの西村さんです。
なんでこの人選んだのみたいな、ね、そんな感じで思ってる方もいると思うんですけども、で西村さんもね、このロンハーのスポーツテストの時に、腕相撲でね、結構かなり上の方まで行ったんだっけ、決勝か準決勝ぐらいまで行ったのかな、まあそんくらいまで行ったんですよ。で、その時に優勝こそできなかったんですけども、負けた時に言ったのが、なんか自分は本当に左のが強いというか左利きなのかな、なんかそんなようなことを言ってたんで、まあ、もしねこのメンツの中で、右と左もやるんであれば、もしかするとワンチャン台風の目になるのかなっていうふうに思って、まあなんか面白要因っていうかダークホースみたいなね、そんな感じで入れました。で続きまして、キンプリの平野翔さんです。平野さんはとある番組で山口達也さんと腕相撲してたんですよ。山口達也さんってめっちゃくちゃ腕相撲が強いんですよ。あんまりっていうか負けてるとこ基本見たことがないぐらいめちゃくちゃ強いし、なんていうか怪力なキャラクターなんですけども、その山口さんに腕相撲で勝ってたんですよね。かなり接戦だったんですけども、その時山口さんが初めてこう負けてるのを見て、平野さんってどんだけこのバカ力っつったら悪いか、なんていうか腕力強えんだっていう風に思ったんで、さすがにねこういうなんか YouTube の企画で来てくれることはまずないでしょうけれども、一応こう腕相撲が強い人は誰なんだっていう風に考えた時にパッと思い浮かんだんで、一応入れました。で次ですよ、オール巨人師匠です。巨人には師匠をつけなさいね、どっかで聞いたことがあってね、言ってるだけなんですけども、ということで巨人師匠は、若い頃ねめちゃくちゃ腕相撲が強いっていうことで、現役の力士にも勝ったとかね、もうそんな感じのレベルの強さで、でねこの後紹介する、プラスマイナスの岩橋さん、この方ねマジの怪力キャラクターの芸人さんなんですけども、この方がね、まあ、めちゃくちゃ腕相撲強いんですけども、それでもまだなんかこの今の巨人師匠にもなんか腕相撲勝てないみたいなことをおっしゃってたんで、まあ、ただ腕相撲が強いっていうことが思い浮かんだんで、巨人師匠は超えれないけれども、まあ、プラスマイナスの岩橋さんなら、まあワンチャン来てくれるのかなっていう風な感じで思ってて、で岩橋さんもねプラスマイナスのなんかそういう YouTube チャンネルがあるっぽいので、あるっぽいっていうかまあ見たことがあるんで、まあもしかすると来るかもみたいなね、そんな感じで、入れました。で次にガクトさんです。ガクトさん来てくれるかねっていうふうに思ってる方いると思うんですけれども、ガクトさんとマサトさんが YouTube でねコラボしてる動画がありまして、ということはねもう完全に2人は面識があるということで、まあなんかうまくそういうなんかコンタクトを取ってくれれば、まあこれもワンチャン来てくれるんではないのかというね。ガクトさんもねかなりトレーニングされてるんで、結構腕相撲強いと思うんでね、まあ入れてみました。で次に小林優さんですね。この方はモノマネ芸人さんなんですけれども、まあいろいろねモノマネ番組とか、あと前はねトンネルズの皆さんのおかげでしたとかね、そういったもんで結構ね私は見てたんですけれども、で武蔵さんのモノマネするんですよ、小賀衆さん。だからこれね万が一トーナメントとかする場合があったら、1回戦とかでね1回戦用意みたいな感じでなんか話して申し訳ないんですけども、本当の武蔵 VS モノマネ武蔵みたいなね、そんな感じのなんか戦いが見れたら面白いなみたいな、ね、じゃあ腕相撲弱いんじゃないかっていう風に思う方もいると思うんですけども、小賀衆さんね結構腕相撲強いんですよ。アルコ&ピースの YouTube チャンネルで腕相撲のこのなんか芸人大会みたいなのがあって、そこでね準優勝してるんですよ。じゃあ優勝した人の名前言ってくれよっていう話なんですけど、優勝したのはねアルピーのこの平子さんなんですよ。でこの平子さんと小賀衆さんの戦いで、もう小賀衆さんが一気にこうやって押してって、で平子さんの手がねもう完全にこうなってたんですよね。手首だけなんかこう見た方が分かりやすいか、手首だけ若干こういう風に、ね、なんかなってて、なんていうかちゃんとした競技の台でもしやるんであれば小賀衆さんが勝っていたんではないのであろうかみたいなね、そんな理由と、武蔵さんのモノマネをするっていう、ね、この2つの理由から選ばせていただきました。で次にボビーオロゴンさんですね。ボビーさんはもう絶対出てくれるわけはないんですけれども、まあ、一応選んだ理由と、選んだっていうかこの名前を載せた理由は、もうすでにこの芸能界で一番腕相撲が強いっていう称号を持っているんですよ。その最強の称号を持ってるからこそっていうか、まあ一番強い人が出てない大会で優勝しても一番強いっていうわけにはならないんで、まあそういった理由ですかね。でまあボビーさんは無理だっていうことで、選ばせていただいたもう一人の方が、アントニーさんです。アントニーさんは、ね、YouTube チャンネルやってらっしゃるんですよ。でこの中で見てもかなり身長が高いし、おまけにねウェイトもねもう多分100キロ以上あると思うんですよ。ということで、まあ、どこまで行くかって言われたらちょっと
さすがに優勝は厳しいと思うんですけれども、いじられ系みたいなそういった立ち位置の人も必要かなっていうふうに思って、まあいろんな理由があって選びました。で次に思い浮かんだのが朝倉未来さんです。朝倉未来さんか朝倉海さんかどっちにしようかなっていうふうに思ったんですけども、朝倉未来さんがその YouTube 上でのなんか影響力っていうか、そういった力が大きいかなっていうふうに思ったんで入れました。やっぱりこの YouTube をやってる中で影響力強い人っていうのは絶対入れたいじゃないですか、まあ、そういった理由で入れました。でもね、朝倉未来さんってマサトさんと YouTube でコラボしてるんです。だからマサトさんがね、なんとか来てくれって言ったら、これもね、もうワンチャン来てくれるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。まあ、優勝する気はないけれども、一応マサトさんの頼みだから来たみたいなね、そんな感じのことが起こればいいかなっていうふうに思って、名前をね入れさせていただきました。で次に中山きんに君さんです。中山きんに君、きんに君でいいか、きんに君もね、この YouTube 上での力がかなりある人で、まあ、見た目からも分かる通り普通のこの力もあるんですけれども、このきんに君と、朝倉未来さんがね実は前にコラボしてるんですよ。ということはここに繋がりがある。でさっき言ったんですけれども、朝倉未来さんと雅人さんもこうコラボで繋がりがある。ということは友達の友達は友達みたいなね、そういったシステムじゃないですけれども、まあこういったなんか繋がりがね、無理やりこう結びつけることもできるんで、まあ、そんな感じの理由ですね。で最後に雨上がり決死隊の宮迫博之さんです。なんで宮迫さんを入れたのかと言いますと、これもちゃんと理由があるんですよ。でまず宮迫さんは1回戦で雅人さんと当たってほしいんですよ。で雅人さんが普通に勝ちますよね。そういう予想もどうかと思うんですけども、まあ、雅人さんが勝って、で宮迫さんそれで終わりかいっていうわけではなくて、その後ね、そのチャンネルの中で MC みたいな感じでこういろいろ回してほしいなっていうふうに思ってるんですよ。宮迫さんが MC になったら、こうなんていうかな、他の負けちゃった方も勝った方もなんていうかね、面白く美味しくすることができると思うんですよ。なんでやっぱりこういう MC みたいな感じの方がね必要だっていう風に思ったんで、それで入れました。できればそういったなんかこういう MC がいたりとか、あとはねこうレフリーがいた方がいいですよね。やっぱりなんか素人だけでやってしまうと、もういきなりこう手首がガンガンにこう曲がって自分の方のね、こう陣地に引っ張ってる状態からスタートしてしまったりとか、そういったこともあって、なんか本来のこう力が出せずに終わってしまう人とかもいると思うんで、レフリーがいた方がいいのかなっていうふうにも思います。あと自分的には年末に芸能界腕相撲ナンバーワン決定戦みたいなもんが高齢化すると面白そうっていうふうに思います。まあ、需要があるかどうかっていうのは別なんですけどもね。まあそんな感じです。ということでまた次回の放送でお会いしましょう。ほいじゃあ。